ペーシェントプロテクションアフォーダブルケア法、またはオバマケアはアメリカ合衆国第111議会で制定され、2010年3月23日にバラク・オバマ大統領によって署名された米国の連邦法である。2010年修正の医療、教育改革法と合わせて、1965年にメディケアとメディケードが可決されて以来、米国の医療制度において、 最も重要な規制の見直しと適用範囲の拡大を意味している。赤の主要条項は2014年に施行された。2016年までに無保険者の割合はほぼ半減し、2000万人から2400万人が追加でカバーされたと推定されている。同法はまた、医療費の抑制と質の向上を目的とした多くの医療提供システム改革も実施した。 この法律が施行された後、雇用者ベースの保険プランの保険料を含め、医療費全体の増加は鈍化した。カバレッジの増加は、メディケードの加入資格の拡大と、個人保険市場の変化にほぼ均等に起因している。両者ともに新たな支出を受けており、その財源は、新たな税金とメディケアプロバイダー料金と、メディケアアドバンテージの削減の組み合わせで、賄われている。 いくつかの議会予算局の報告書によると、これらの条項は全体的に財政赤字を削減しているがために赤の廃止は赤字を増加させるだろうとし、この法律は主に上位1%に課税し、所得分布の階40%の家族に平均で約600ドルの給付金を提供することで所得の不平等を削減したとしている。この法律はメディケア、メディケード、 雇用者市場の既存の構造を大きく維持したが、個人市場は抜本的に見直された。保険会社は、教唱や人口統計学的状況に基づいて請求することなく、すべての申請者を受け入れるようになった。結果として生じる逆選択に対抗するために、法律は、個人が保険に加入することと、保険会社が、 不可欠な健康上の立点のリストをカバーすることを義務づけた。制定前後の赤は廃止と法的な異議務をしたっての求めという強い政治的反対に直面している。全国独立企業連盟対セベリウスでは最高裁は州が赤のメディケード拡大に参加しないことを選択できると判決を下したが、それは全体として法律を支持した。 連邦政府の医療取引所であるヘルスケア .gov は2013年の展開開始時に大きな技術的問題に直面した。世論調査によると当初はアメリカ人の大多数がこの法律に反対していたがその個別条項は一般的に人気があり2017年にはこの法律が多数派の支持を得た。赤の目指すのは日本の国民健康保険のような 公的保険ではなく、従来の個人が民間の健康保険を購入する枠組みの中で、保険会社に価格が安く購入しやすい保険の提供や、企業証などによる保険適用の差別などの禁止あるいは緩和を課し、その代わり健康保険を購入していない個人には、確定申告時に罰金を課すことで、今まで保険購入をためらっていた階層に購入を促すものであり、 したがって従来から個人で十分な健康保険を購入していた自営業者や勤務先経由で購入していた非雇用者には直接的な影響や変化はほとんどない赤では2010年から2020年にかけて様々な姿勢が予定されている既得権者除外条項により2010年以前の政策に基づく保険契約には影響を及ぼさないがそれ以外には 様々な改革が加えられる。2010年1月1日より、新たに以下の様々な大きな変更が加えられる。エッセンシャルヘルスベネフィッツとは、赤において挙げられている、健康保険が最低限カバーすべき、給付事項である。法セクション1302に似て定義される。外来ケア救急サービス入院出産及び、新生児ケア精神衛,衛生と、 物質使用障害処方薬リハビリテーション、解除機器と解除サービス臨床ラボ検査予防医療、健康維持、慢性疾患ケア症にかけや健康保険はこれらの給付をカバーする義務がある。例えば追加で自己負担を求めたり、給付制限をつけたりしてはならない。各州の無保険人口の割合四十六パーセント十十四パーセント。 40%アメリカの診療は自由診療が基本である。高額な医療費に備え、各自が民間の保険会社と契約を行うが、低所得者は保険料の支払いが困難となること、医療費のかさむ慢性病患者等は更新を拒否されたりする弊害があり、医療の恩恵を享受できない国民が少なからず存在していた。アメリカの自己破産の6割は、 医療費が原因である。さらに、その医療費が原因で破産したものの8割は、医療保険に入っていたとも言われている。高額な医療費と質の悪い保険のため、身体的のみならず、経済的にも病気や怪我に苦しめられるアメリカ人は多い。実例として、骨折で手術を受けついたち入院した場合で1万5000ドル、貧血で2日入院した場合で2万ドル、 自然気境の治療で6日入院した場合で8万ドル、内視鏡手術の不手際による、腸内出血で5日間入院で25万ドルの請求がなされた事例もある。こうした問題は、20世紀中頃から、アメリカ合衆国の政治上の問題とされ、古くは、セオドア・ルーズベルト、トルーマン、ニクソン、1990年代には、ビル・クリントンなどが、 新たな健康保険制度の創設に向け取り組みを行っていたが、財政上の問題やユニバーサルヘルスケアは共産主義であるという主張から次々と福祉国家制度が頓挫し続けてきたアメリカ合衆国の歴史がある。私的な医療保険の仕組みは19世紀ヨーロッパにおいてギルドや工場等において見られるようになった。アメリカにおいては20世紀初めに ヨーロッパからの移民が病気の時の給付を行う小さな五条組織を形成し始め、同時期にメトロポリタンライフとプルデンシャルが葬式費用と終末企業費用を含んだ生命保険を売り始めた。この個人無形医療保険は週ごとの給料日に保険料を徴収するなど大変な運営費用がかかったため大きな広がりを見せることはなかった。アメリカにおける 指摘医療保険の成長は病院にかかる費用の上昇と医療サービス提供側のイニシアティブによってもたらされた。1920年代には病院は死ぬためのところではなく元気になるためのところになっていたが未だ多くの患者が入院費用を支払えずにいた。大恐慌の最中、このような入院費用をカバーする指摘医療保険プランが広がったが、 この医療保険プランは特定の病院にかかる費用に限ってカバーするものだった。この中でアメリカ病院協会により州全体にわたって病院を自由に選ぶことができるブルークロス病院保険プランを提供され始めた。1939年にはカリフォルニア医師協会が医師のサービスをカバーするブルーシールドプランを開始した。1940年までに39の ブルークロスに600万人を超える人々が加入するようになった。このようにアメリカにおける医療保険の広がりは患者側ではなく安定した収入源を求める医療提供者側のイニシアティブによってもたらされたものであった。職場をベースとした医療保険は第二次世界大戦中の労働力不足の中でフリンジベネフィットとしての医療保険を提供する。 雇用主が増えたことにより広まった。賃金と価格統制により賃金上昇が妨げられる中、フリンジベネフィットについては増やすことができたからである。戦後、労働組合はこの流行に乗ってヘルスベネフィットについて交渉するようになった。この結果、病院保険プランへの集団で、 加入件数が1940年の1200万件から1988年には1億4200万件に増加したのである。このような雇用をベースとした医療保険の成長により商業的保険会社が医療の分野に進出しザ・ブルーズと競争するようになった。商業的保険会社はそれまでのコミュニティベースで加入者が等しく保険料を 払っていた仕組みの中にリスクの低いグループとリスクの高いグループに異なる保険料を提示する経験的な格付けの仕組みが導入された既存のブルークロスなどもこれに追随せざるを得なくなったため非保険者間の再分配の仕組みが弱まり老人や病人にとっては医療保険はどんどん高くて手が届かないものになっていった上述の職域医療保険の成長の陰で 老人や貧困層は医療保険の恩恵を授かれずにいた。1950年後半には高齢者層の15%弱が無保険であった。このような状況の中、1965年に高齢者のための医療制度メディケアと貧困層のための医療制度メディケードが導入された。メディケアには病院への支払いをカバーする。メディケアパート AA、医師への支払いをカバーする。 メディケアパート B、メディケアでカバーされない部分について、私的医療保険を購入する場合の保険料を補助する、メディケアパート C、処方薬をカバーする、メディケアパート D があり、パート A は主に雇用紙と費用者から支払われる、社会保障税によって賄われている。パート B とパート D は、連邦税とか入社の月々の保険料によって賄われている。 メディケードは州により運営されているプログラムで、連邦税と州税が財源である。2003年のザ・メディケア・モダニゼーション・アクトは、私的医療保険の役割の拡大、処方薬給付の導入という二つの大きな変更をもたらした。メディケアの問題の一つとして、かねてより、メディギャップが指摘されていた。カイザー家族財団によれば、メディケアは、 平均的な加入者の医療費の48%しかカバーしておらず、2010年には30%近くの加入者が以前の勤め先から追加的な医療保険を提供されており、およそ20%がメディギャッププランと呼ばれる私的医療保険を追加購入し、24%がメディケアパート C に加入し、19%がメディケアとメディケードの両方に加入している。 メディケアパート C は、私的医療保険の保険料を補助するが、加入者にとっては、より少ない自己負担額と引き換えに、その私的医療保険と契約している、医療機関のサービスしか受けられなくなることから、医療機関の選択の自由がある、程度制限されることになるため、メディケアパート C には、パート A、B よりも多くの拠出が行われている。オバマ大統領の2009年演説2000年代に、 入ると医療の高度化が進み保険料も高額化。国民の6人に1人が医療保険に入れない状態となり問題は深刻化。破産の原因が医療費支払いに起因することも珍しくなくなった。2010年3月、オバマ大統領は選挙公約を実現する形でオバマケア法を成立。低所得者に補助を行うことにより国民の健康保険加入率を抜本的に 向上させる内容であった。しかし、住民から保険料を強制的に徴収すること、2014年までに保険加入を義務付けないと、メディケア給付を打ち切るとした点について各州が反発。26州が連邦政府を訴え、2011年1月31日には、フロリダ州では法律に対して意見判決が出される結果となり、 保険制度の実効性が疑問視されるようになっている。2012年6月28日、連邦最高裁は、根幹部分である国民の保険加入を義務付ける、条項を合憲とする判決を下した。ロバーツ長官を含む5人が支持、ケネディ・ハンジら4人が不支持。2014年6月30日、連邦最高裁は一部の否認医療負担を全企業に義務付ける規定は、違憲とし、 信仰に基づいた経営方針を取る小規模の家族経営や非公開企業は適用除外になるとの判断を示した。最高裁判事9人のうち5人が指示。法律の条文では保健医療について州政府のサイトでの購入者を補助金、支給対象としているが、オバマケアに反対する共和党知事の州がサイトを開設しない中で、 連邦政府サイトを通じた購入者にも補助金を出したことに関して裁判となったが2015年6月25日に連邦最高裁は連邦政府サイトを通じた購入者への補助金支出を合憲とした最高裁判事9人のうち6人が支持オバマケアの2014年実施に関して共和党が多数を占める会員は1年延期をする予算案を可決したが 民主党が多数を占める上院が予定通りの実施を求める予算案を可決したため予算案が2013年9月に不成立となることが決定し同年10月から17年ぶりに2週間以上にわたって政府閉鎖となった10月半ばが期限の連邦政府債務限度額引上げ法案は可決され連邦政府によるデフォルトは土壇場で回避された 2017年1月20日にオバマの公認の大統領に就任したドナルド・トランプは大統領選挙の選挙公約にてオバマケアを廃止するとしていたものの大統領就任前の2016年11月10日にオバマ大統領との会談で再考を促され、教書を理由に保険会社が加入を禁止する条項と親の保険で子供を一定期間カバーできる条項については維持したい。 意向を示した。すでに多くの国民が加入済みで混乱を避ける狙いがあると見られる。しかし、2016年11月29日、トランプは保健副市長官にオバマケア廃止論者のトム・プライスを指名。この起用により、オバマケア廃止や代替案の検討が加速する可能性が指摘された。2016年11月の米連邦議会選挙に基づく 審議会が2017年1月3日開会し、上下両院で多数を占める共和党の園児予算委員長は、オバマケアの廃止に向けた決議案を提出。2017年1月20日にトランプが大統領に就任すると、オバマケア見直しを目的とする大統領令13,765号に署名し、これがトランプによる初の大統領令となった。 2017年3月24日、オバマケア見直しをめぐり、米下院共和党は本会議で採決予定の代替法案を撤回した。トランプ大統領も撤回に同意。米国民の医療保険への加入義務や未加入の場合に課せられる罰金制度をなくすと新たな制度確立を掲げた。反面、病歴がある場合でも保険に入れる。よう。 保険会社に求める上項や26歳までは、親の保険で医療保険をまかなえる仕組みを存続させ、共和党の一部の議員が、オバマケアを完全撤廃すべきと賛同しなかった。2017年3月23日に、議会予算局が、代替法案導入による2026年までの10年間の、連邦財政赤字の削減幅は1500億ドル、10年後の無保険者は、 現状の2800万人から2400万人、増え5200万人になるだろうと公表すると、共和党内の恩恵派も代替法案に反発していた。2017年5月4日、米会員は本会議でオバマケアを見直す代替法案を賛成217、反対213で可決した。今回は、既往症のある人に、 州の判断で割高な保険料を請求することを認めるなど強硬派に配慮。一方で、強症のある人への保険料の負担軽減として5年間で80億ドルの支援策を盛り込み恩恵派の支持も取り付けた。2017年7月18日、与党共和党の上院議員3人が廃止法案に反対する考えを表明し、事実上頓挫した。 トランプ氏はオバマケア見直しにより大型減税や10年間で1兆ドルのインフラストラクチャー投資などの財源確保を見込んでいた。2017年7月28日、米上院本会議でオバマケアの撤廃と代替を目指す法案を採決し賛成49、反対51で否決。共和党恩恵派2人に加えジョン・マケイン議員が反対。法案は オバマケアで規定されている個人の医療保険加入義務の廃止を明記。一方で、法案通過を最優先し共和党内で、意見対立の激しい見直し部分を先送りしたので、オバマケアの骨格が残っていた。過半数の52人を占める上院共和党では、低所得者に対する補助の大幅削減をめぐり、穏健派と保守強硬派が対立していた。 2017年9月26日、米上院トップのマコネル院内総務は、医療保険制度改革見直しに向けた、新法案の採決を断念。次の優先事項である、税制改革に取り組むと述べ、オバマケア見直しを棚上げ。見直し法案について、米議会予算局は、9月25日数百万人が保険を失うことになるとする試算を公表。 上院で52人の共和党議員のうち、当重鎮の負けン議員ら3人が反対を表明。可決に必要な過半数を確保できなくなった。2018年12月14日、米与東共和党の州知事らが国民に保険加入を義務付ける医療保険制度の廃止を求めた訴訟で、南部テキサス州の連邦地裁は義務付けを違憲とする判決を言い渡した。 判決の効力は全米に及ぶため、州知事が野党民主党の西部カリフォルニア州は即時控訴する構えを示した。15日付、米市ロサンゼルスタイムズなどが報じた。2019年3月トランプ大統領、2020年アメリカ合衆国大統領選挙に向けた民主党候補者であるバーニー・サンダースは、国民全員を対象とする無料の医療保険制度、 メディケア4ーオールの導入を主張して注目を集めたが2019年7月に行われた候補者同士の討論会では反対意見も出るなど党内で一本化されている状態ではない同制度を支持する候補者はエリザベス・ウォーレンのみでありバーニー・サンダースが病気を理由に不在のまま行われた10月15日の討論会ではエリザベス・ウォーレンが財源の確保や 受益者負担等の質問を一手に引き受けることとなった。オバマケアが支持されなかった理由に全国民に加入を義務付け、違反すると2016年現在年収の2.5%に当たる罰金を支払わなければならず、保険料支払いが難しい低所得者には所得に応じた補助金がもらえるが、補助金給付は増税を招き、納税者は不満を募らせた。保険料も 大幅に値上がりし、妊婦健診や小児医療など、特定の年齢層に限られる医療や、薬物治療カウンセリングなど特殊なサービスを受けるための保険料も支払わなければならなくなった。さらに、健康状態の良くない低所得者の保険加入が増えた。結果、保険料の支払いが急激に膨らんだ。オバマ家ア導入前から任意で、医療保険に加入し税金を納めていた。 白人中間層が割りを食った不満がオバマケアが支持されなかった理由。オバマケアでは保険会社は病歴を理由に保険加入を拒否することはできず保険会社の支払いが急増し保険料負担の高騰で中小企業は悲鳴を上げ始めた。ありがとうございます。